あなたは鋭敏な感覚と規定を生かした親切な対応により、詐欺被害の未然防止に貢献されました。ここにその功労を称え、深く感謝の意を表します。ありがとうございます。喜多方署は今日、架空請求詐欺の被害を未然に防いだとして、市内のコンビニエンスストアの佐藤店長と従業員の岩下さんと東條さんの合わせて3人に感謝状を手渡しました。騙されて大切なお金を使われてしまうということがね、私たちだけでも防げていけたらいいかなとは思っていて、よかったかなとは思ってますけれど。先月25日、喜多方市の50代女性の携帯に2億円が当選し送金しますなどと書かれたメールが届きました。その内容を信じた女性がメールに添付されていた URL にアクセスしたところ、2億円入金の諸費用として電子マネー22万円を送金するよう指示されたといいます。そしてそのメールを信じた女性はこちらのコンビニエンスストアで電子マネー22万円分を購入しました。ただその購入方法についてなんですが、1回につき3万円から5万円をですね、複数回にわたってレジで処理したため、不審に思った店員がその女性に声をかけ、今回詐欺被害を防げたそうなんです。その時レジを担当した岩下さんと東條さんが複数回に分けての多額の購入方法などに詐欺を疑い、店長の佐藤さんに相談し警察へ通報。そして駆けつけた警察官に説得され、詐欺の被害を防げたといいます。またこれからもこういったことはあると思うんですけど、これからも積極的にお客様にお声掛けしていきたいと思います。警察ではこのような場合、電子マネーの購入を指示されても応じないこと、またお金の振り込みを指示されたときは詐欺じゃないか疑ってほしいと呼びかけています。いつでもどこでもこういった事案が発生します。私は絶対引っかからないというふうに思っている方もいるかもしれませんが、そこを巧妙に騙すわけですから、お金が儲かるとか先にお金を振り込んでくれというのは詐欺じゃないかというふうに疑っていただきたいと思います。私もですね、SNS の DM やメールなどで結構こういうメールが、文章が送られてきたりするんですね。なのでまずは自分自身が気をつけなければいけないなと思いますね。本当に一言ではないですよね、はい、また今回ですね、今年に入ってからの詐欺件数についてまとめました。まずこちらをご覧ください。先月末現在で県警がまとめたものです。成りすまし詐欺などの被害件数84件確認されました。去年の同じ時期に比べて20件ほど減ってはいるものの、被害額は1億3847万円に上っています。そして今年の詐欺の特徴、手口についてなんですが、こちらです。特に電話を使ったオレオレ詐欺や還付金詐欺が増加傾向にあるというんです。では次のグラフをご覧ください。こちらのグラフは、手口別に表したグラフです。見てみるとですね、オレオレ詐欺の22件と還付金詐欺の22件が最も多くなっています。また被害者のおよそ9割が65歳以上の高齢者となっています。これについて県警はこの詐欺の傾向についてですね、このように言っています。去年は自宅に訪問して封筒に入れさせたキャッシュカードをすり替える詐欺が多発していたと。でも今年は捕まるリスクの低い電話を使ったオレオレ詐欺、還付金詐欺が増加していると話しているんです。はい、ではなんで、詐欺被害に遭ってしまうのか、これも警察に聞きました。するとですね、犯人は考える余地を与えないと、今日中に手続きしないといけないですよですとか、もうすぐで手続きの時間が終わってしまいますよなどと焦らせるんだそうですね。ですので詐欺なのかどうか疑わせる時間を与えず、お金を振り込ませていると話していました。VTR で喜多方警察署の高木署長も話されていましたが、儲かる話やお金を振り込んでほしいといった話があったときは、まず詐欺じゃないか疑ってほしいと思います。